ことある。え、てかさ、ガチの相談していい？字のことバカにしてたけど字かもしんないんだけどなんか屁をこくにもなんか代弁をこやるにも言いたいんだよね。ほんと恥ずかしい話なの。こんなこと、いや言いたくないよこっちだってこっちだって言いたくないけど、屁をこくにも代弁をするにも何しても痛いんよな。屁でも痛いの結構まずい。二度とアイドル語るな。アイドルですキャピーみたいな言ったことなんて一回もないけど、結構真面目に相談してんだけど普通に。だから普通に、だからメトさん、そんなボレってこくことないからさ、屁をボレってこくことあんまりないから、あの言うてもなんていうの、プスッスッみたいなスカシなんだけど、スカシでも痛いんよな。なんか空気が触れると痛いんよな。相談するなら医者にして。確かにそうだね、ごめん。いやでもさ、いや恥ずかしい恥ずかしい。だってお医者さんにさお願いしますっつってさ向けるわけでしょ。無理だよ、病院なんて行けない。普通に恥ずかしすぎる。やっぱ一番何でも話を聞いてくれる人はみんなしかいないのよ。だから何でもやっぱ一番最初に話したいの。しかもなんかさ、友達、そのさ、まあ、じゃあ例えばよ、一ノ瀬とかレイドくんとかに、なんか最近時間もしんないんだよねみたいなことをさ話してもさ、うんみたいになるやん、なるやん絶対。でもなんかみんなはさ、まだ真剣に聞いてくれるじゃん。話してくれてありがとう、病院へどうぞブリスポの新人さん見た？見たよ。顔可愛かったね。同じ猫耳だけど今やっぱね、猫が好きなんだわ。猫顔が好き。おっぺーもでかかった、ね、やめなよそれさ。メトのコメント欄で言う分にはいいけどさ、おめえおっぺーでかかったってメトちゃんが言ってましたみたいなこと言ったらマジでおめえぶっ飛ばしに行くからな。うん、でも猫じゃないって。だって V スポってさ、みんなさ、あのあれでしょ、人間なんでしょ。地球外生命体とか一人もいないんでしょ。スミ、いやスミは違う、スミはあれはなんか違うじゃん。人間の中で最も人外に近い人間みたいな。一応人外だよ、人外じゃないよ、人外じゃないけどギリ人間、人間の中で最も化け物に近い人間。そう。え、でもね、メトね、メトが男の子になって付き合うならスミーと付き合いたい。加賀姉妹には手を出すな。ヒナーノはどうすんの。いや、ヒナーノは、ヒラーノは、うん、もう過去の女いや、なんかヒナーノは好きだけど、ヒナーノ好きだけど、ヒナーノはなんかちょママみたいな、ママみたいな感じだからさ、違う、付き合うとは違う。ママそうじゃない？そう、ひなーな競争率が高すぎる。